レナウンは、イギリス海軍の全土級二等戦艦。同系艦はない。ペンブローク交渉で1897年1月8日に、竣工、1913年に除籍された。二等戦艦とは、当時の戦艦の主砲口径が30から35センチメートルで、あったのに対し25.4センチメートル程度の主砲を搭載した。 排水量12000トン程度以下の戦艦を言う。本艦はイギリス海軍最後の二等戦艦であるが、複砲の15センチメートルへの強化、全複砲のケースメート装備、ハーベイ交番の採用など、各種の新機軸が盛り込まれており、次世代の戦艦のプロトタイプ的な存在であったことが伺われる。速力も当時の戦艦としては最高速であった。 1897年の春光早々に、ビクトリア女王即位60年記念館館式で、帰還を務めた後、地中海艦隊に配属された。地中海艦隊時代には、フィッシャー帝督にその快速と複砲の火力を愛され、帰還を務めた。予備艦となってからも、1902年のコンロト航、アーサーのインド訪問、1905年の皇太子の、 イギリス領インド帝国訪問でそれぞれお召し官となるなど平時の軍官としては華々しい経歴を持っている。晩年にはポーツマスで機関科の練習官となった。ありがとうございます。